人生書き色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生書き色です。俺たちとファミコンと40代プレイとこですね。今回プレイするソフトは高橋名人のバグってハニーになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、1987年からハドソンから発売されました、アクションゲームになります。皆さん多分ちょっとゲームに詳しい人だったら、高橋名人冒険島っていうのを知ってるかもしれないですね。あれのまあスピンオフゲームみたいなもんですね。でもって、その当時、この同名タイトルで、テレビアニメがありましてね、それのゲーム化っていう確か立ち位置だったと思うんですけども、でも変わってるのが、いわゆる使うのがその、ハニーちゃんの方っていうね、高橋名人を助けに行くっていう、あれみたいな感じのゲームなんですよね。このゲーム持ってなかったんですけど、たまに持ってる友達がいて、ちょっとだけやらしてもらったかなっていう記憶がある程度で、あんまりやってないんで、本当に、どうするのが一番ベストなのかは、ちょっとよくわかってません。でもなんか、この投げる炎とかはなんか、当時の、とか、高橋名人の冒険島と一緒ですよね。あ、なんか、ボス、まさにこれ、何これ。なんすかこれ。何これ。え!まさかの。なんか見たことある。ブロック寿司で。ええー、ハドソンさん、気にかけ大丈夫っすかこれ。こんなのあるんだ。知らなかった。本当に当時ちょっとやっただけだったんで。あ、こういうゲームなんだな、ぐらいの感じしかなかったんですけど。おぉ。何も言うって。なんか延々これだけやってるゲームになってるからな。あれって。普通のアクションゲームじゃねえの?でもだからしかも、ちょっとしかやっぱり触ったことないんで、本当にちょっとぐらいの思いしかないなっていう記憶だけなんですけど。マジっすか?あ、すごい!死って何?何今の?何ですか?いろいろわかんないんだけど、やってることが。すいません。なんすかこれ。あ、ピンボールみたいにこう、上と下が、みたいな感じの、イメージか、じゃあ。あ、でもこれなんか。でもなんで今 C だったら、やられちゃったんだろう。あれダメなのかと思った。A もダメなの?何これ。なんすかあれ。取ったらダメなのか?さっきから。なんだそれ。そんなことあっていいの?この手のゲームで。もう次出たら取らないよ。ここまで来たら全部行きたいっすね。だいぶ当初の趣旨から外れてますけど。お、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あぶれ、あぶれ、あぶな。お、あ、やった。あ。で、上に穴が開いてるけど、どうですか。そっか、本編と全く関係ないけど、あ。これでパスワードってこと。で。世界観すげえ、あーおー、なになになに、うわすげえ強いんだけどこいつ。ガチャ押しじゃー。あ、ダメだ、全然わからん。次行きましょうか。なんか強そうなんで。これまたこれ、本当にこのゲーム合ってる?楽しみ方。合ってますかこれ。なんか趣旨と全然違うぞこれ。大丈夫かな?ダメなかったね。やっぱダメなんだこれ。F はダメなんだ。
すげえ早い。続いて言うと、あ、取っちゃった、ダメだ、あかーん、もう。2回かかるってことか。なるほど、全部敵なんだな、これ。実際なんか趣旨をが違うけど、でもなんか楽しいこと楽しい。開いた、あ、すげえすげえ上手な感じだった。お、高橋名人、つかどこ行きゃいいのこれ。本当に死んだし、全然わかんねえ。せっかくだから、ちなみにこの流れてる BGM はですね、高橋名人のそのアニメ、高橋名人ってね、皆さん知ってる人は知ってると思うんですけど、すげえ歌うまいんですよ。だから、主題歌歌ってるんですよね。高橋名人本人が。このバグってハニーっていうアニメの。で、これを、の、まあ、カラオケバージョンというか、インストバージョンですよね。書いてみよう。こっちか。やっぱこっちなんだよ。ブラ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 、よし倒して、なんか無理か、動きすげえ速いし。倒した、え、終わり、え、またこれ本当に合ってんのかこれで。あー、ダメだ。それじゃちょっとずっと先行きましょうか。なんだこのゲーム、ここで終わりじゃねえ、違うのか。あれ、なんかここは扉開くなんかがあんのかな、もしかして。取ったらまたこれじゃねえのまたこれ、またこれ、すげえゲームだな本当に。これ合ってます？こういうゲームなのこれって。ちょっとダメじゃん、あれ。これでなんかパスワードっていうか、そのキーワードを集めていくゲームなのかな。まあそのこのブロック数で難易度は高くないからいいんですけど、なんかほとんどこればっかりやってる気がするんだけどな。なんか本当に。意外とこういうのがね入らないですよね。入った。よし。これを延々続けるってこと？もしかして。あ、終わっちゃった。あー。なんだろうな、結局すげえゲームだな。なんか当時やってなかった自分の気持ち分かりますわ。自分のこの、自分はなぜこのゲームやらなかったのかっていうのが。これでしょ、なんかこれ、い、人間これかよ。あ、やべ、ここ難しい。あ、あめっちゃむず。すげえな。はーい、とで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。高橋名人のバグってハニーいかがだったでしょうか。クソゲーとは言わないですけど、進み方が全然わかんねえ。なんだこのゲーム。いやー、そういうことは知りたかったですね。まさかこんなゲームと思わなかったですね。これクリアできる人いるんすかね、普通にやって。なんか説明書とか載ってたのかな、もしかして。皆
皆さんにこれを紹介できてよかったです。またね、ファミコンソフトに関しましても、さまざまなタイトルをプレイしながら、思い出があったり、率直な感想をしますので、よろしくご登録いただきますと嬉しいです。思い出ありがたい方、グッドボタン、高評価を押していただきますと、活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせて、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルでは、コメントや高評価、チャンネル登録など、首を長くしてお待ち申し上げております。